しもし、あ、マネージャー、おはようございます。来週の水曜？ええ、特に用事も。あ、お仕事ですか？わかりました。テレビ？歌番組？まさか例の。あ、はい、頑張ります。うわぁ、もうやりたくないって言ったのに。マジか。あの人ら嫌いなんだよな。セクハラみたいなことしてくるし。まあしょうがないのかな。私たちまだ若手だし、媚び売っとかないと。はあ、憂鬱だわ。なんとかやりきれるかな。前回ちょっとお顔に出ちゃったし、アイドルとしてあるまじき失態だわ。気は進まないけど練習するか。あいつの番号と。セクハラってね、あるもんなのよ。芸能界ではなおさら。顔がいい子が揃ってるし、みんなぶりっ子でしょ。司会は大御所だから、そういう立場をフルに利用するやつとかいるのよ。ああ、誤解しないでね。普通はいい人なの、普通は。心の中はともかく。ただ、あの番組深夜だからって好き勝手やってくれるわけよ。司会者も下心丸出しで。でも、こっちは事務所通しての講義しかできないし。そもそも番組としてそれが売りだったりすると、こっちが合わせなきゃなの。手出すと、特に魔法使いの私は一瞬で干されるからさ。我慢するしかないわけよ。慣れるしかないの。時間に慣れるって頭くるけど。んで、まあ慣れるには実際経験するしかないわけで。そういうわけだから、あなた、なんか私にセクハラしてみて。聞こえなかった？セクハラよセクハラ。あなたも男なんだからさ。そういうの見たことあるでしょ？いいから、こっちが頼んでんの。何考えてんのよ！信じられない！あなたのセクハラってどうなってんの？また変なこと考えないで！マジで警察呼ぶわよ！普通はそういうのってニュースとかで知るでしょ？男なら自衛のために見るでしょ！痴漢冤罪とかやってるんだから！勘弁してよ。あなたの趣味とか知りたくもなかったわ。とにかく、触るにしても肩とか腕とかその辺、意外とストレス溜まるのよ。あとは気持ち悪い感じで寄ってきたり、やたら下ネタ言わせたがったり、そういう方向でお願い。まあこのくらいでいいでしょう。十分寒気がしたから。本当に嘘がつけないのね、あなたって。心が態度に出すぎよ。正直なのはいいことって考えてあげるわよ。練習にもなったし。最後の方はこっちも笑顔で対応できてたでしょ。よしよし、あとは本番まで忘れないように。忘れたいけど。見たいんだ。黙ってても聞こえるわよ、本音が。まあいいでしょう。オンエアの日取り教えてあげる。なんですって！セクハラされてる私を想像してるのも聞こえてるわよ！今度こそ闇のお兄さんたちを呼ぶ必要がありそうね。ああ、逃げるな！